エピカは、オランダ出身のシンフォニックメタルバンド。シモーネ・シモンズのフィメールボーカルを主体に、同国でトップクラスの実績を誇るグループ。2017年には、初来日を果たした。2002年4月にアフターフォーエバーを脱退した、マーク・ヤンセンは、エピカの前身となる、サハラダスとなるプロジェクトを結成する。当初トレイル・オブ・ティアーズのヘレナ・ミカエルセンが、 シンガーとして在籍していたが打開してしまう。これを母体としてメンバーを固め、ヘレナに代わって、無名の新人シモーネ・シモンズが2002年10月に加入、2003年にバンド名をエピカと改めてアルバムザ・ファントム・アゴニーにてデビューを果たした。2008年1月、シモーネが MRSA 感染症の治療のためしばらくツアーに参加できない旨が発表される。 バンドはいくつかのツアーをキャンセルしたが、4から5月にかけてのアメリカカナダツアーは、下ネの代役としてアマンダ・ソマービルを立て観光した。その間順調の回復させ、5月中旬のオランダでのライブからバンド復帰。2013年のデビュー10周年にはオーケストラを用意したライブを開催するなど、2010年代も精力的な活動を続けている。 2017年に初来日公演。同年12月には、日本のテレビアニメ、進撃の巨人の主題歌をカバーした、ミニアルバム、エピカ VS アタック、オンタイタンソングスをリリース。2020年8月時点オリジナルアルバムライブ、アルバム EEP、ミニアルバム、ありがとうございます。